イタビア航空870便事件とは、1980年6月27日に、巡航中のイタリア国内便が突然空中、爆発して、シチリア島沖に墜落した、航空事故である。墜落原因は、気象や機体の故障ではなく、外部の第三者による故意もしくは過失によるものとされ、確論が唱えられたが確定されていない。イタリアでは、 ウスティカの悲劇とも呼ばれる。1980年6月27日、イタビア航空870便は、DC-9-15 によって運航される、イタリア国内線として、ボローニャからパレルモに向かっていた。完成レーダーで捉えられた870便の軌跡の、再現現地時間の午後9時ごろ、高度2万5000フィートを巡航中に、 航空管制のレーダースクリーンに870便に向かう未確認に飛行物体が確認された後、ウスティカ島の北東2 5トルのティレニア海に墜落した。この事故で乗員乗客81名が死亡し、機体の残骸は水深3 7 0 0ルに沈んだ。捜索隊は犠牲者38人の遺体を収容したほか、機体の残骸も回収したが、 事件をめぐり、長年にわたり、論争が繰り広げられた。ボローニャの博物館で展示されている、事故機の残骸870便が墜落した原因について、パイロットから異常を知らせる通信がなかったことや、直前に未確認飛行物体が確認されたことから、単純な航空事故ではなく、何らかの破壊活動があった事件であるとの各説が、報道された。 870便の機内に仕掛けられた次元爆弾が炸裂したために墜落したテロ説のほか、レーダーで確認されていた未確認飛行物体が870便に衝突したため墜落したとの報道があったこの校舎の未確認飛行物体の正体はリビア軍機に対して発射した空対空ミサイルであるとする説が報道され当事者としてイタリア空軍などが名指しされた イタリア国内での裁判においてもこの説を公式的に取り上げた。その後、フランスの協力で機体の65%に相当する残骸とフライトレコーダーが回収された。そのうちフライトレコーダーは動力の停止以降の記録がなかったため役に立たなかったが残骸の解析により機内で何らかの爆発が起きた痕跡が確認された。この爆発の原因について 機内に仕掛けられた爆発物によるテロもしくは空対空ミサイルによる誤射のいずれかであるかが論争になった。この空対空ミサイルを発射した当事者についてはイタリア空軍機誤射説もしくはリビア軍機誤射説、ナト o 空軍機誤射説があった。空対空ミサイルを発射した理由としてはイタリア空軍機が 同時刻に隣接空域に領空侵犯したリビア軍所属の戦闘機に対して発射したがミサイルが870便を領空侵犯機と誤認して撃墜したまたはリビア軍機がイタリア空軍機をもしくは亡命しようとしたリビア空軍機を撃墜しようとしたミサイルが870便を領空侵犯機と誤認して撃墜したというものであるもう一方の誤射説では イタリア軍機、または、リビア軍機に向けて発射した、空体空ミサイルが870便の右側機種に命中し、機内で爆発した上で爆風が、胴体後部から吹き抜け、乗客13人が、座席ごと機外に放り出されたと推測した。赤外線誘導方式の空体空ミサイルなら、機体後部のエンジンに当たるはずとして、870便に命中したのは、 セミアクティブレーダー誘導ミサイルであるとしている。なお、この領空侵犯したリビア軍機は7月18日にイタリアカラブリアに墜落していたことが確認された。領空侵犯の理由については、亡命飛行もしくは、折しも欧州歴訪中のアメリカ合衆国大統領の専用機、エアフォースワンを撃墜しようとしたなどの説が唱えられたが、いずれも仮説の域を出ていない。 また演習中のミサイルが目標を恐れて870便を撃墜したとする NATO 空軍語社説があるが NATO 並びにイタリア軍は当日演習は行われていないと否定した。テロ説では同じ1980年8月にネオファシズムテロ組織武装革命中核によるとみられるボローニャ駅爆破テロ事件が発生しており爆弾テロは十分可能性があるとした。 この説では爆弾は機体後部のトイレに仕掛けられて爆発により機体後部上部と尾翼付近に設置されたエンジン1機が乗客13人とともに吹き飛ばされたと推測されている。復元された事故機の残骸墜落原因についての推論が錯綜したが確定には至らなかった。その後、 誤射が行われたとして、イタリア空軍の幹部が起訴されたが、1997年になって、事故調査委員会は、原因不明の機内の爆発があったと、断定、2007年には、同空軍の無罪が確定している。一方で、イタリアの裁判所は、事故調査委員会の報告書を軽視し、2013年1月28日、 空対空ミサイルの命中によって機体が爆発し、墜落した可能性が最も高いとの判断を下した。しかし、870便の墜落に対し何らかの陰謀があるため真相が明らかにならないとする陰謀説まがいの指摘が現在もなされている。これは航空管制官などが不審な急死や自殺をしたことを挙げているが、 実際のところ陰謀があったか否かは確認されたものではない。870便の残骸は2007年に犠牲者81人を忍ぶモニュメントと共にモックアップ復元されて展示されている。イタリアの作曲家アレッサンドロ・メルキオーレはこの事件に基づくオペラを上演している。ありがとうございます。